つも動画を見てくれてありがとうございます。シンディです。今回はユニクロとイネストラフレサンジュ2021秋冬コレクションから以前に紹介したワンピース、パンツ、スカートに続いてコートをご紹介していきたいと思います。それでは動画スタート。じゃーん。これはコートを着てみました。このコートはここボタンがこういう風に全部留められる感じになっています。で、襟元は今中にシャツのワンピースを着ているんですけど、ここはノーカラーになっているから、これをこういう風にして着ると分かりやすいかな。こういう感じのノーカラーのコートです。で、これは柄のシャツをこういう風に出すとアクセントになって可愛いと思います。ポイントはこの下に着ているワンピースが下の裾のところからこの襟と胴柄で出てる感じがすごく可愛くてお気に入りです。ブーツは今季のレザータッチのブーツになっていますね。これもとっても履きやすくてヒールの高さも疲れないぐらいの高さになってます。で、このコートはここでブラージングできるように紐がついているので、この腰のラインがさらに女性らしさをアップしてくれて、ここがスカートみたいにひなってなるのが可愛いと思います。で、ベレー帽もイネスのものになっています。ベレー帽はここ緑色のラインが入っていて、ここはしっかりとした生地です。上にはチョーンはついていないタイプのプレーンなベレー帽です。袖は何もないです。で、例えばちょっと可愛らしくしたくないなっていう人に関してはこういう風になっているから、これキュッとしてちょっとお姉さんっぽく、もっとギュッ、こういう風に見えますか、こういう風にしてリボンじゃない感じで結ぶのもありだなと思います。はい、ね、コート開けるとこうなります。あ、これを結んだりしてね、後ろで。はい、はい、こちらのコートは結構大きなサイズですけれども、こういう感じです。このコートはね、ここが中見て、このチェックのこれはキルティングみたいなやつは外せます。で、これだけで着ることはできないみたいなんだけど、外して薄手の時期、もうちょっと寒くなったらこれをつけて、あ、まだ大丈夫だなっていう秋口とか冬になる前まではこの1枚で着ることもできます。前のボタンを全部閉めてみました。このコートは隠しボタンタイプのコートです。なのでこういう風に全部隠すとすっきり見えます。ちなみに上まで締めちゃうとこういうタイプ、こうです。だから1個だけ見える感じになります。で、襟元を少し出すと柄系のシャツが出て可愛らしく決まります。背中はこうです。なんかツーピースみたいになってます。これはちょっとくるみっぽい感じの雰囲気なので、安っぽく見えなくていいなと思います。ここのボタンが1個詰められる感じになっているので、こう今はこうだけど、腕のボタンを詰めるとこういう風に少しキュッとなってラインが変わって見えるので、可愛らしい印象になります。どうでしょう。こっちの方が私は気に入ってますね。ハーフムーンバッグ黒とか持ってどうでしょう。後ろ姿もここがポイントになっているので、ちょっと凝ったデザインに見えるかなと思います。
こういう風にポッケがね、蓋がついていて、結構大きなポッケがついています。で、内側はこのような感じで、この生地は結構しっかりしているので、とても高級感があります。今これ L サイズ着ています。すごく大きくて大変かなって思ったんですけど、なんだかんだ言って腕の長さとかこんな感じ、 L サイズで、で肩は少しだけ落ちてるかなって感じですね。だからもともと細身の作りなのかなって思ってます。このここのさ、カットはさ結構深く入ってるから、それがなんかおしゃれだなって思います。足が長く見えるなって思います。ダブルボタンのコートになっています。襟も可愛いよね。襟はこういう感じです。最後までご覧いただきありがとうございました。コートは特に試着が必要だなとつくづく感じました。今季はどれも素敵なコートが多いので、ぜひご覧になってみてください。たまたまプレスルームになかったコート、こちらのコートどうしても着たかったので、店頭で試着してみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。